はい、どうもマサです。今日はイリュージョンフリップという技を教えようと思います。で、この技はですね、すごいカポエラとかで使われる技なんですが、フリップに見えるようで実は全くフリップではないっていうすごい、はい、特殊な技なので、ぜひともチェックしてみてください。はい。じゃあ一回ちょっとデモンストレーションしますね。やり方、はい、キーポイント、まあやり方はほとんど。バタフライキックとほぼ一緒なんですが、少しだけ違うっていう。一回見せますね。普通にワインドアップして、こんな感じですね。はい、じゃあ、一回復習しましょう。まずはバタフライキックから。はい。こう、横にワインドアップしますね。横にワインドアップして、前に行きます。OK。ワインドアップ、ディップ。このディップが重要ですね。はい。ディップしてから左手を思いっきり後ろに、左手顔 OK、 上ディップ、左手顔、左手をと顔を後ろに上げた瞬間に思いっきり足を上にギッてあります。 OK、 感覚としては、まあ、ハンドスプリングとか直中とか、そうですね、後ろにこうピッて上げる、まあ、強く後ろに上げる動きと、まあ、感覚はほとんど一緒。OK。上で。OK。で、その後に、普通に上げて、右、左、で、着地。OK。じゃあ、まずバタフライキックから。こんな感じですね。OK。じゃあ、バタフライキックとイリュージョンフリップの違いを今から説明します。バタフライキックは、ほぼ、横にこう移動する。感じですね。ほとんど平曲な感じで横移動、完璧に横移動、こっちから来たら完璧に横移動 OK。 なので あまり顔は下にディップしません。どちらかというと思いっきり体を反って上に上に上げに行く感じ。はい。イリュージョンフリップは逆に上げた瞬間に頭をなるべく下に下ろします。入り方はほとんど一緒です。ですが、体を反らずに、体を思いっきり、膝の方に持ってきます。OK。右足蹴りの人は、思いっきり上げてから、左膝の方に、思いっきり顔をこう、近づけるイメージ。OK。じゃあもう一回復習しますね。上げる。下にディップ。手を上げますよね。手を上げて、足を下、上げた瞬間に、顔を左膝に近づけます。OK ですか？はい。次のステップです。はい。上がりました。近づけます。思いっきり足を伸ばして蹴った瞬間に、思いっきり足をこう抱え込みます。右足。その後はもうバタフライキックとほとんど一緒ですね。上げる、下に下ろす、抱え込む。で、最後に思いっきり前に。でずーっと地面を見ているので、着地はほとんど心配無用な感じの技ですね。やればできるっていうか、はい。上がる、下に下ろす、掴む、開く。OK。もう一回バタフライキック見せてから、その後にイリュージョンフリップをもう一回デモンストレーションします。はい、バタフライキック。OK。こっちの横アングルから。バタフライキック。OK。イリュージョンフリップを見ます。ワインドアップしてこんな感じ、横から見てますね。ワインドアップしてからこんな感じですね。はい。なので変形型バタフライキックといっても過言ではないでしょう。はい。本当にテクニックすら、はい、掴めばすごい簡単な技なので、はい、ぜひともチャレンジしてみてください。ではまた。